面白い。人の心とは実に興味深いものですね。おお、何をおかしみ、光秀。甲斐の武田家のことです。かつてはその結束力においても戦闘能力においても日の本一と謳われた彼らが、度重なる裏切り、内紛、そして疑心暗鬼の果てに統率をなくし、今や見る影もない、主たる信玄公を失った途端にこのざまです。あるか。虚勢をつれば天が嫌な、夜迷い血迷うのは致し方ないのでしょうか。武田こそは我が大望の最たる壁像、天下風雲のため滅するは今。しかしことはそう簡単には運ばぬやもしれません。お、何故。武田家の家臣に一人厄介な男がおりまして。氏波であるか。さすがは信長公、ご存知でしたか。まあ目立つ男ではありますしね。真田阿波守正幸、彼がいなければ虎亡き後の武田などとっくに滅びていたはずです。あの男が武田を守るために張り巡らせた策の数々、あそこまで剣謀算術に長けた者はこの日の本にも数えるほどしかいないでしょう。いずれかの大国の主であったなら、あるいは天下を望んでいたかもしれません。武田を喰らう、そのとおとなるか。ならば覗くか、光秀。ええ、手っ取り早いのは殺してしまうことでしょう。赤子の手をひねるように意図もたやすく、しかしそれでは面白くない。いかがでしょう信長公、真田を織田へ引き入れてみては。かの者ならば天下不武の手駒としても役に立ちます。武物に愚策やある。許す、ざれずに申せ。光秀。では愚心いたしましょう。かの無事なやれ戦国一の食わせ者だ、奇術師、詐欺師だと目されてはおります。一皮むけばその正体は愚直な忠義の心、亡き主に誓った忠誠を今なお律儀に守り続けている。でなければ器量力量全てにおいて虎には遠く及ばぬ勝頼などを主君と仰ぐはずもない。ああ、なんという愚かしさ、なんという浅はかさだ。そこがとてつもなく面白い、そこがたまらなく愛おしい。かつての主の意志を守らんとするその崇高な精神、それを私につけ込まれ、哀れ、無事なは人となる。人となれば操ることはさほど難しくもありません。しかるべき細工などどうかこの光秀めにお任せ。存分にせよ。はい、全ては信長公の恩ために。
てもそろそろマタザ隊も出番だぞ。は飯は食っておりますが、いつでも出られます。良い気合だな、カツイエ。だが飯を食ってないとは聞き捨てならないぞ。はわずかでも体を軽く保っておけば敏捷性が増し、槍さばきもより鋭くなるかと。それは大変な心得違いだぞ、カツイエ。腹が減っては戦なんてしたくないと言うだろう。空腹では鋭さは増してもすぐに力が切れてしまう。そうなれば当然気力も萎えてしまうものだ。そんなことになったら朝まで待つのお説教だ。なるほど。ということで、その前の腹ごしらえは武士の務め。ほら、これを食え。松特製出陣弁当だぞ。ではありがたく頂戴いたします。おお、これは美味。そうだろう、そうだろう。松の飯はうまいだろう。それそれがしも、もう一つ。愛する妻の弁当、お市さんが私のために作った弁当。確かに想像するだけで力がみなぎってくる。そうだろう、そうだろう。あ、お市さん。うわあ、トシエ様、出陣を、直ちに出陣を。すさまじい気合だな、勝家。よし、行くか。はっ。だがくれぐれも油断するな。武田の真田正幸といえば戦国一の狂わせ者。息子の信幸は獅子が如き猛者と聞く。その弟幸村も相当な手だれらしい。信長様はきっと真田を品定めなさるおつもりだろう。品定め。ではキャツらを我ら織田に迎えると。ああ、真田の力が本物であればな。ならば武田勝頼に真田を釣り上げるための餌でもある。光秀の入れ知恵もあるかもしれない。でも信長様が真田に興味を持っているのは確かだ。それに真田の面々はいかにも信長様好みじゃないか。それがしか信幸とはぜひとも知り合ってみたい。槍の股座の血が騒ぐぞ。信濃の指示、真田信幸、その実力が噂通りであれば、もし織田の家臣となった時、間違いなく私の立身出世を阻む障壁となる。そんなことさせるものか。私にはお市様と迎える約束された明日が、輝かしき明日が待っているのだから。よし、マタザ隊出るぞ。手はず通り空から奇襲だ。頼むぞ、カツイエ。はっ、お任せください、トシエ様。